まあ、吉田さんの検索で僕がやってるのはさよなら渓谷なんですけれども、さよなら渓谷の2人は、まあ、簡単に言うとあのレイプの被害者と加害者が一緒に住んでいると、うん、なんでだろうと、うん、でまあそれはいわゆる恋愛っていう言葉になかなかこう、うん、くくれない2人なんですよね。でこの圭介と佳代っていう2人も泉の女たちで言えばなかなか分かりやすいその恋愛みたいなものでくくりきれないと、うん、まあそれが向こうは渓谷でこっちは湖っていうものを題材にしながら、うん、まあ僕としては、まあ、ある種吉田さんが、まあ、吉田さんの編集者もかなりあの大森監督映画化してくれますねって吉田さんが言っているっていうこと手紙をいただいたんですけど、まあ、吉田さんからの挑戦状のようなね、うん、今度はこの2人をどういうふうに描くんですかみたいな言葉にはなかなかするのは難しい2人ですよと、手垢に汚れていない2人ですよと、さてどうしますかっていうふうに言われたような気分で、うん、いました。脚本を受け取ってこの作品世界に入られたわけですよね。はい、最初読んだ時はもう本当にこうその小説はまだ読む前に脚本を読んだんですけど、本当にこう全てがこうそぎ落とされていて、うん、なんていうんですかね、このとがきやそのセリフの合間にある何かみたいなものが、うん、余白というんですかね、はい、そこを読み取ってくれというか感じてくれというか、その当時にそれが分かったわけじゃないんですよ。その当時はもう正直言うとハテナハテナハテナというか、やっぱこれをそのなんていうのかな、やっぱり結構やっぱり頭でっかちに自分がなっていたところもあって、やっぱりそう、こういった作品だったり、こういったこの深淵まで深くまでこう感じられるような、やっぱりその体感覚じゃなかったんですよね、その当時自分が。あまりにもなんかテレビが多すぎてっていうのもありますし、でその中でこの作品に出会った時に、あの自分にその余白を読み取れる、なんか言語化できないっていうのがありまして、本当に分からなかったんですけど、もう今思えば あの余白を体現してくれというか、なんかすごく研ぎ澄まされた文字しか残されてないとがきもセリフも、本当にその一言で多くのことを語っているっていうか、背景を語っている、すごくこう淡々として美しい言葉って言ったらあれなんですけど、うん、なんていうんですかね、その一言にものすごいこう多くのこう語りたいものがこう表されている、本当にそう研ぎ澄まされた、そぎ落とされた、うん、あの脚本だなと思いました。監督はその原作を脚本にしていくにあたって、その今松本さんが指摘されたあたりっていうのは何か意識されていった部分っていうのはあったんでしょうか。まあ、ある程度小説なので、うん、映画にできる部分とできない部分が、まあ、物理的にもあるいは表現の差としてもあったりするので、そこら辺は、まあ、ある程度詰めていったり、まあ、あと役者が絵になると情報量すごいんですよ。だからそれは、まあ、ある程度そぎ落としていくし、でもそんなに大きく原作からセリフ書いてるところってあまりないかもしれないので、それは吉田さんの小説が素晴らしいんじゃないのかなっていうところかな、うん、でも俺がやっぱり思うのは、ある種こう重層的って最初おっしゃってくれましたけど、マリカもそうなんだけど、今、そのセリフの奥に何があるかみたいなことを、まあ、感じる
その時漢字分かんなかったって言うけど、多分漢字なきゃいけないんだろうなっていうことは分かってるわけじゃないですか。でそれはもう多分できるということだと思うんですよね。でそのいわゆるその歴史を積み重ねて僕たちが今この演技をしなきゃいけないっていうところにやらなきゃいけないっていうことを、まあ、もちろんさそれを背負って演技するわけではないんだけど、でも自分の感覚の中に湖があって、で湖は何も答えをくれなかったりするんだけれども、そういうこの自分にコントロールできない何かっていうものに触れようとする力はマリカにはすごいあるんですよ。でこれはすごい最近の俳優で少ない、やっぱサイズ感がすごい大きいというか、なんていうんだろうな、大きいもの、大きなものに、あるいは分からないものに触れていこうとする力があるということなので、俳優として、表現者として素晴らしいと思いますけどね。難しい。それで言ったら、本当にその後に小説読んだんですけど、本当に同じなんです。同じ作品なんです。あ、そうですよね。変わってないんですよね。うん、だからこの分厚いこの情報量の中の本当にこの一言でその小説の背景を全部含んでる脚本になってたっていうのが私ちょっと衝撃で、何も変わってないんです、伝えたいことで。だけどこの一冊がこの薄い脚本の一冊、そして言葉数がそんな多くない脚本に現れているっていう、ちょっともうなんていうんですか、いやもうすごい脚本だったなっていうふうには思いました。原作も読んだ上でその徐々にそのハテナみたいなものが解きほぐされていくような、はい、あでも、うん、それからやっぱりその時の私にはその余白を理解する力っていうのがやっぱりすごく正直足りてなくって、で本当にすがるような思いで小説を読んだ、そこにたくさんヒントがあったんです。でもその小説も難しいんですよ、吉田さんの。やっぱりでもあの時の私にはあのタイミングで大森さんが私にこの作品と出会わせてくれたっていうのは、マリカ戻ってこいよってなんか言ってるのかなって正直私は時期尚早だと思ったんです。この作品をやるには今の自分にはやっぱり理解しえぬものだし、早すぎるし、やっぱりあまりに自分が未熟であった。だけどマリがなんていうかな、私の本当に行きたかった場所っていうか、目指さなくては、この人生で目指さなくてはいけない表現の場所に達治さんが引き戻してくれたっていうか、じゃなかったらもしかしたらどこまでも行っちゃってたかもしれないって思うんです。なんかちょっと分かんないかもしれないですけどでもその戻ってこいよみたいな、いやいやいや、もうそれは全然違う、もうそれはマリカさんがそういうふうに思うことだけで俺はいや、それと当時、まあ前提から言うとマリカとすごい古い知り合いなんですよ。そうなんですか、ええ、で僕もデビューしてないぐらいから一監督だったかもしれない。それでマリカはまだ10代だったんですよ。でそこから時々なんかあったりすることがあって、でそういう中でマリカがなかなかこう苦労してるって時期も、女優として苦労してる時期も知ってるし、で、あ、行ったじゃん、やったじゃんって思ってて、で、まあ売れたわけですよ、すごいちゃんとキラキラしてて、でそしたらほら俺は映画しかやらない人だからさ、まあ、映画やりましょうよって言いたくなるのが普通のことなんですよね。だからマリカは自分の中の精神状態していろいろ思うことあるかもしれないけど、俺はもう仕事ができることの嬉しさっていうか、まあもうはっきり言ってすごい嬉しかったですね。一緒に監督と主演の女優として仕事できるっていうのは、しかも昔から知ってる人で、だからこれはもうもしかして実力がなきゃいけないし、ある種のバリュー、年バリュー的なものがなかったら映画成立しないし、そういうのがマッチングしてできるわけですから、奇跡みたいなことなんで、もうそれが一番、それだけでまず嬉しいと。でまあ映画は絶対ついてくる、内容は、うん、ついてくるというのはもう多分俺とマリカがやれば大丈夫って俺は勝手に信じて思っちゃうんで、うん、もうそんな。でもねこれは別にその俳優女優として
やっぱり力があるわけですよ。それは本人が気づかないところでも十分わかるんですよ。でだから俺はそんなに心配してなかったんですけど、まあ本人は心配してたような気がしますけど。うん、私はだからやっぱりもちろん達さんとの作品に出たいっていうのは心の奥底にあります。でもやっぱそれをやっぱ言えるほどのことではなかった方ではないというか、やっぱり、うん、なんていうかな、おこがましいというか、うん、でだから今回しかもこの難しい題材でこの難しい役で、マリカなら大丈夫だよお前ならやれるよっていうもののちょっと軽いタッチで、ちょっと軽いタッチで、うん、いけるっしょ大丈夫だよ、やれ大丈夫だよって言ってくださった、その言葉にかけたかった。やっぱり自分が正直今その自分がその器だとかも思えなかったですし、この作品この役をやっぱり背負えるだけのその精神状態だったり自分のなんていうかな表現っていうの結構、まあ、テレビがやっぱり多かったの で、 ちょっとがっつり芸能界バラエティーもよくやったりですし、やっぱり自分の状態がその深淵な何かにやっぱりタッチできない状態ってあるんですよね。でなんかそこがこうやっぱり分からなくなった時にこれを私は背負えるのかっていう OK してしまうことのすごくしたいんだけどしてしまった時 の、 その罪深さっていうものもあるなと思ったんですが、それ以上にやっぱり監督のいやマリカならできると思うよ大丈夫だっていうその言葉に自分をかけたかったっていう、正直今私これを掴んどかないと自分の本質から自分の行きたい場所から遠のいてしまうっていう、なんかそういう危機感を感じてたんだと思います。なんかそういういろんな罪深さを凌駕する、私はここにこの作品で達志さんとこの役を やれる女優でいたいんだというか、今つかまなかったら私どこか行ってしまうっていう、なんかそういう本当に個人とても個人的な危機感でこの作品にしがみついていたっていうのは正直なところすごいありました。今やるべき仕事だと思ったっていうことですよね。そうです、やらなくちゃいけない、そして今時期尚早だと思っていたけれども今このタイミングじゃなかったらいけなかったとも思います。どんな感じだったかというとですね、まあマリカの方はまあ聞きたいことがあるそうな、まあ、探っていきたいというかシーンのこれどういう感じなんですかねっていうのは、まあ、言ってましたね、聞きに来たりとかもあってね、これはまあいいんじゃないやってみればみたいなでやっていて、そのでもまあ喋りながら、まあ、俺もその時曖昧なことしか言ってないんだけど、曖昧な中で何か感じてくれたらいいかなっていう感じがあるけど、そのやっぱり水の女たちっていう小説が持ってるものはやっぱり分かんないところに向かっていかなきゃいけないので、答えあるものを演じるわけではないから、まあ台本があるし目の前にも風景がある、相手役もいて風景があるんだったらまあ大丈夫じゃないのかなっていうことなんですよ俺は、はい、本当徹頭徹尾それでしたね。だから私はもっと表面的なもっと分かりやすい答えを求めてたんですよ。本当に分からなかったので、この作品の自分のその真髄をつかむでかつその表現をどうしたらいいかっていうのすごく分からなくて、わらをも使う思いで聞いてるんだけど、達さんはもうずっと言ってることは、まあ、感じろ大丈夫信頼してるお前が感じたことなら OK なそれはある意味すごく、愛情深くもあり恐ろしいことでもあり、でも
一周また最終なんていうのかな、その俳優を全信頼する、全人間を信頼する、そしてその自然だったり空気だったりその時のその瞬間全てが映るし、それでいい、なんかちょこちょこっと間違っててもそれでいいっていう、そのスケールの大きさの演出っていうのはやっぱり私には衝撃的で、でも分からないから苦しくて、今になって分かることが多いんですよ、あの意味ってっていう。あの時はコンコンコンってノックしてもそのことしか言わないんですよ。だから結局は自分で答えを見つけろってことだと思うんですよね。自分でじゃあお前は何を感じるんだっていう、なんかこうその表面的にじゃあここでこう動いてここでこう悲しい気持ちになるようなと、そんなのどうでもよくって、一体お前は俳優として何を感じて、もうこの作品だけじゃなく人間としてどうやって生きてんだ、何を感じて生きてるんだっていうことをずっとなんていうか自由にさせられながら問われ続けるっていうか、だからある意味ものすごい恐ろしい監督だし、でもすごくなんていうのかな、それが愛だし、なんていうのかな、でもこの辰石さんのあの演出っていうのはその時そのシーンそのシーンで私は理解、本当の意味で理解できなかったかもしれない、だけどあれから先ずっと残ってるんですよ、あの役をやる上でとか何が本当に大事なのかっていうその自分の真の部分をこの作品を通して私は学んで、それがずっと指針になっているしぶれない基準になった、うん、だからやっぱ本当にあれから辰石さん の, その人を信頼するっていうのはいかなることなのかっていう、その信頼してますよねっていう、そういうところでもっと奥深くて深くてもっとスケールが大きくって、もう人以上にも自然も全部含めて信頼するっていう本当の意味みたいなのをなんかこう教えてくれたような気がして、なんか今自分がこう日々の日常生活生きる上でもずっとその感覚とその言葉を本当指針にして今生きてる感じです。この難しさという意味では、うんうん、役柄のこのカヨというキャラクターも含めての難しさだったっていうことなんでしょうか。なんかもうそんなのも超えてるのかなと思いますね、うん、そのカヨというキャラクターももちろんそうだし、そのカヨというキャラクターをやることにやる上でそれはどんな役を演じることにも共通するもの、ここしか言ってないんですよ。そのカヨを演じるにはこうじゃなくて、もうお前役者として、いや人間としてなんか大切なものが見つかればどんな役でもカヨでもできるよねっていう、表現できるよねって、スクリーンに映るってそういうことだよっていう、あの何のためにどう生きるかみたいな、なんかそんな今言葉じゃ説明できないですけど、ここをずっとついてくれてた感じがします。考えるよりもやっぱり感じて作るっていう現場だったんだろうなっていうのはすごく、そうですね。そうですね。まあでもあれなんですよ、まあ、そういう大げさに言ってくれて、大げさじゃないですよ、嬉しいけど、それが大げさじゃないんだけど、そう言われてるのが照れちゃうんですけど、まあやっぱストーリーよりもそのフレームよりもやっぱり大事なものってあるんですよ。でそういうことが分かってないと、なんかフレームの中で全部収めて家がなりましたねっていうのだと、なんか俺心地悪いんですよね。だからもう少しこう映画っていうのはそのフレームの外に世界があるんだっていう、でここに生きてる人がいるんだっていう、それがあれば
実は何でもいいんじゃないかっていうところからあって、でそのためにはこういうふうに何を感じるんだと、ここで息ちゃんとしろと、自分の呼吸でっていうことをちゃんとやるっていうことをやりたいっていう映画なんでしょうね。で それが実はちょっと可能性、僕たちが生きていく可能性につながるはずなんじゃないかっていうふうに思ってたんですよ。だからストーリーどんなにこねくり回して小さい演技やってもあんまり何かこうしょうがないなっていう感じでした。私がやりました。ネズミで何やってた？こんな人生望んでたんとちゃうもんな。何これ。満島民夫は731部隊でした。今世界は美しいのだろうか。湖の女たち。